くよ。あー絶対いやねそれ変態って。みなさんこんにちは。はーい。あー絶対変態じゃありません。ということで今回ははるくんがクレーンゲームで取ってきたデラックスメモリアルプログライズキーセットを開けて音声をね聞いていきたいと思います。はい、じゃあ開けてってください。ブッブー。じゃあプログライズキーが4つ入ってるね。あ、ガンバライジングに使えるじゃん。はるくん持っていけるね、ガンバライジングで。え、でも、大丈夫ちゃう？その箱には何も入ってないの？この箱は何から？この箱の中何かあるの？でででで。あ、あドライバーユニットだったんだ。セット内容がデラックスアークスコーピオンとデラックススティングスコーピオンとデラックスバーニングファルコン、そしてデラックス堂々絶命ライズキーのね、この4つのプログライズキーが入ってました。そしてダンボールの中からは絶滅ドライバーユニットがね出てきました。かっこいいじゃん。とりあえずね通常モードだけ音声聞いてみようか。わあ。アークスコーピオンの通常音声聞いてみましょう。アークスコーピオンズアビリティ。いいね、アークスコーピオン自動展開なんだね。かっこいい。セリフモードは今回のこの動画の中では割愛させてもらって、また違う動画でねアップしていきたいと思います。それではね、絶滅ドライバーとアークスコーピオンプログライズキーを使ってで、仮面ライダー滅びアークスコーピオンに変身してみましょう。まずは絶滅ドライバーのユニットを展開します。そしてプログライズキーも展開。でかい。変身。おお、めっちゃ英語。じゃあ次は必殺技、もう一度プログライズキーを押し込みます。音声が変わるみたいだからもう一度押してみましょう。すごっ。じゃあ次はスティングスコーピオンプログライズキーのね通常音声聞いてみましょう。ポイズンスコーピオンズアビリティ。展開してもう一度。ポイズンスコーピオンズアビリティ。こんな感じです。じゃあ次はね、滅亡人雷フォースライザーを使って仮面ライダー滅びスティングスコーピオンに変身してみましょう。シュー、いくよ。うん、セット。いくよ。変身。変身。次は必殺技。めっちゃ長いね、必殺技音声。
じゃあね、次は堂々絶メライズキーの音声をね、聞いてみましょう。変身。あれ、また間違えた。絶滅アビリティ。最後のはね、アーク復活音声になります。それではね、フォースライザー使って仮面ライダーイカズチに変身してみましょう。うん、いくよ、セット、出てる、変身、出てる、次は必殺技。絶滅。絶滅。うわ、すごいね。いいね。次はね、4つ目のデラックスバーニングファルコンプログライズキーの音声聞いてみましょう。バーニングファルコンのプログライズキー、かっこいいね。色がいいよね。ちょっと展開してみようか。展開するとね、こんな感じになってます。それでは通常音声をね、聞いてみます。変身。あら、また変身した。ただのヒューマギ、人間からヒューマギアを解放。長押しするとね、セリフ音声になるんですよね。ただのヒューマギアじゃない、人間からヒューマギアを解放して自由を与える。やっぱり人間って悪意に満ちてるな。こんな感じでね、セリフ音声がね、次々となっていきます。まあとりあえずね、長くなるんでね、今回はセリフ音声はね、聞かないんだけど、次はね、ザイアスラッシュライザー使って仮面ライダージンバーニングファルコンに変身してみましょう。そしてスロットにセット、展開、絶対自信、次はね、必殺技プログライズキーのボタンを長押しします。大気音が鳴ってる時にトリガーを引きます。かっこいい音声なったね。ドリー、さらにね、ライダーキック遊びもあるみたいなんで、やってみましょう。もう一度ボタンを押します。インフェルノ・ブレイン、そしてトリガーを引く。バーニング・ブレイン、感じで今回はプログライズキーメモリアルセットを開封して音声聞いていきました。皆さんもね、メモリアルプログライズキーセット気になった人はぜひチェックしてみてください。うん、それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。